今日はお忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。まあお忙しいと言いましても本当に忙しい人は来てないと思いますが、そこそこ暇を見つけて来ていただきましてありがとうございます。あの男性の多い職場っていうのはやはりこの過酷なハードなお仕事が多いようでございますね。あのビルの高いところで、ガラスをこう拭いておられる方とか、ようああいうことができるなと私尊敬できるんですけども、もう見てるだけで足がすくみますけども、それよりずっと高いところでお仕事なさってるパイロットさんっていうのは、あの狭いところでね神経も使うと思うんですけども、高いところでお仕事してる方っていうのは大変だと思います。私も一応高座という高いところで、これはまあ楽っちゃ楽でございますけども、この高いところも大変ですけども、低いところというか地中というか地下のところでですねお仕事なさってる方も大変だと思います。あのチリの鉱山のね事故がありましたですけども、あれ700メートル下ですよ、700ずーね600メートルよまだ下なんです。ずっと下のところで72時間いたんですから、すごい人たちですね。あれ怖かったと思います。また椅子落盤があるかわからない中で70日間耐えたわけでございますから、もっと怖いな、いよいよ助かるという時にこういうカプセルに入れられましてね、700メートル上シューッと上がってきたら、そこへ嫁はんと愛人が待ってた。怖いですね。愛人さんが3人さんもいらっしゃった方がいらっしゃるんですね。チリはおおらかというか、なんかいうかね、大体いろんな方のあの中にいらっしゃった方、愛人さんいらっしゃる方も多かったようでございますね。ですからこそ上がってきたら嫁さんと愛人さんがいたので、思わず救助隊員にもう一度戻してくださいという人もいるとかいないとかいうのは聞きましたですけども、男性のねお仕事場というのは大変ですが、これが年取ってくると高齢になりますとですね、もっともっと仕事の場が少ないんでございます。女性はいろいろあるように思うんでございますけどもね、お仕事行ってても、まあ、いい職場、環境のいい職場っていうのは男性の場合は高齢者にですね、男性の高齢者にそういう仕事場があればなぁと思うわけでございますが、和也あんたどないしたん、びっくりするやないの、電話に私を助けてなんとかしてなんて入ってるからびっくりして飛んできたから、窓かごめんね、わざわざ家まで来てくれて、いや私ね専業主婦ずっとやってたでしょ、男の子二人育てて、で主人のために家事に専念してね、でその子供がやっと大きくなって家出て行って、主人も定年退職して自分の時間がいっぱい持てるわ、思いっきり楽しもうと思ったんやけども、どこへ誰とどう行ってえのか分かれへんし、どこへ飲みに行ってえのか、どこに遊びに行ってえのか、私このままこの家でね生涯を過ごしてしまうのかなと思うと、なんか切のうて寂しいって、これであんたに電話入れたのよ。ああそんなことやると思うとったわ。その点あなたはね働いてたけども、ずっとね週やりながら外へ働いてた。そう私もね5年前に離婚して帰ってきて、嫁いでた娘も帰ってきて、この子の娘ってねいろんなとこ行くのが楽しみなせやから、若いわあんた来てるものも娘と共用なのよ、共有、いやいいわ本当に若くて、あんたちょっと老けたわよ和也。ああそう、嫌やわそれ、女の53位のこれからよ、そんな老けたらどうすんのよ、ここの同窓生の中でもあんたが一番老けたと思うわ、いやいやわ私らまだまだアラヒフよアラヒフって皮膚が荒れてるってことあんた世間のこと何にも知らんね、アラサーってわかる、コラサーならわかるけどアラサーっていうのはね、アラウンドサーって30前後のことやないの、アラフォーというのは40前後、私ら53やからアラウンドヒフティというわけよ。あなたご主人が年上だからね、どうしてもご主人に合わせて吹け込んで、そうよ
うちの主人は12歳年上でしょ、今年65よ。いやなるわ。若い時はね、年上の男性というのはね、包容力があっていいわ、優しくていいわと思ってたけど、この包容力というのもね、年とともに力弱まるわよ。怖いわよ。力の弱まった包容力というのは鬱陶しいって仕方がない。定年退職してね、3年ぐらい前の会社に勤められたけども、その後はずーっと家にいるでしょ。嫌になるのよ。朝昼晩作らないといけないのよ。なんでこんなやつのために食事作らないといけないのかなと思ったら、腹が立って腹が立って、時々毒キノコ入れたのかなと思って、まあ怖いわね。何かこうパーッとうさはらすような楽しいとこ飲みに行くとこない？そう、それならあるわよ。あるの。私も行ったことがないんだけどもね、行きたいな思ってたとこがあるの。連れて行って。どんなとこ？ホストクラブ。ホストクラブはいきなりホストクラブデビューっていうのは、それ大胆じゃない？高いのよホストクラブ。私も知ってるわよ、テレビでやってたから。ドンペリのプラチナなんか100万円するのよ。そしてホストの誕生日なんかなったら車を買う、スーツを買う。それはちょっとあなたの分も出そうと思うけど、それはちょっとお金的に安いのよ、そのホストクラブが。一人3,500円。そんなわけないでしょう。ホストクラブよ、3,500円って言ってるけども、あれが月これが月で一人10万とか20万とかかるんじゃないの。それが3500円ぽっきり。飲み放題よ。あなたもたまには男に囲まれてチヤホヤされながら飲みたいと思わない？思うわよ。でもそんなとこあるの？あるのよ。本当に本当に3,500円で飲み放題、飲み放題で、ホストに囲まれて、ホストに囲まれて、イケメンの、まあまあイケメンの、いやーすごいわー、若いホストに囲まれて。それがちょっと違うの。どう違うのよ、どう違うのって。ちょっと若くないの？その方がいいわよ。私ね、若いかっこいい男性言うても、早見もこみちとかね、白田優とか小栗旬とか、あんなかっこいいけど何喋っていいかわからないもの。30代なかなか、40代まだまだ、50代もう一声。いくつなのよ一体そのホストクラブ。一番若いのが65歳で、一番年上が85歳。85歳のホスト、じいちゃんホスト、じいちゃんホストでそんなの飲んでて楽しいの？ほとんど介護の世界じゃないの。楽しいのよ。あなたね、じいさんっていうのはみんな小汚いもんだと思ってるんじゃないの？いや、うっとしいと思うわよ。汚いんじゃないの？いや、主人のお父さんの世話もして、もう亡くなったけどもね、世話もしてたけども汚かった。みんながみんなそうじゃないのよ。おじいさんでもかっこいいおじいさん、世の中にたくさんいるのよ。あなたそうかしら？そうよ。あなたそれ分からない？宇津井健さんなんかね、79歳よ。飲みたいと思わない？思うわ。79歳でかっこいいわ。いや、背も高いし品があるじゃないの。品があるでしょ。それからね、田村正和なんか67歳よ。奥様お飲みはいかがですか？飲みたいと思わない？思うわ。かっこいいもの。三國連太郎さんなんか86歳よ。飲みたいと思わない？このホストクラブの一番年上の人よりも一つ上なんだから。いやーすごいわ。釣りバカ日誌のスーさん飲みたいわ。息子さん紹介してほしいし。86歳三國連太郎って、まあ元気ね。なんであんなに元気なんかしら。桂米朝師匠85歳よ。飲みたいと思わない？微妙。いろいろ忘れておられるんじゃないかしら。落語の話ばっかり聞くのもんね。坂田敏夫なんか69歳よ。飲みたいと思わない？思わない。アホが映りそうだから。
んがそういう人もいるけども、かっこいいおじいさんもいるのよ。こういうホストクラブは間違いがないもの。間違いがないって、若いホストクラブはね、ホストの子を宿すとかそういうのがあったりするじゃない。こういうホストクラブはそれがないもの。まあそれはないわね。それから店の外でデートして、家族の門に見つかったり会社の門に見つかったりしたら大騒ぎになるでしょ、若いホストだったら。でも85歳を相手外でデートしとっても、ああ、年寄りに親切だな、イメージアップになるじゃない。いやー、そりゃすごいわね。そんなホストクラブがあるなんて思わなかったわ。いやー、そうでしょう。この店の名前はエジンバラっていう。かっこいいわね、エジンバラ。イギリスの都市の名前の意味、65歳から85歳までエイジがバラバラだから、エイジバラから来てる。本当どこで知ったの？ネットで知ったのよ。ネットですごいわね、あなた。ちょっとね、あなたにね、見せてあげようと思って、こんな話になると思わなかった。ちょっと今ね、パソコン立ち上げるからちょっと待っててね。いや、伝説のホストがいてさ、伝説のホストが立花さんという、大阪で初めてホストになった人が、もう引退してたんだけども、高齢化社会でしょ。まあ男性の高齢者に働くようなものがないかなと、このホストクラブを思い立ったのが、70トンの時にね、それをちょっと思いついて、皆さんをこう募集して、で特訓に特訓を重ねて、72の時に店を立ち上げたの。見てちょうだい、これ店の表、ちょっとこっち回って見てよね。ねえ、風で見て、何窓か、これがそう、そう、表がかっこいいでしょう。ネオンでエジンバラって書いてあるがのがいいじゃない。シルバーの電動エジンバラ。すごいわね。そうでしょう、すごいでしょう。あなた好みな男性があなたをお待ちしております。よりどり緑、金髪銀髪ハゲカツラ、全部揃ってるのよ。普通のホストクラブだったらもう茶髪とかね、そんなんだけでしょ。こっちのよ、金髪銀髪ハゲカツラと揃う、これはいいでしょう。人生の達人と楽しいひとときを過ごしませんかね。ちょっと店の中見てみ、店の中、これが店の中よ。シックでしょ、落ち着いてるでしょ。白と黒のストライプよ。なんかお通夜の会場みたい。まあそうだけども、赤いテーブルがいいじゃない。ちょっとね、オーナーを見てよ、オーナーを。オーナー、立花さんっていうオーナー、この人はね、すごいのよ。見て、すごいでしょう。72歳で1メートル80あんのよ。こんなかっこいい年寄り、なかなかいないわよ。でもちょっと腰曲がってるんじゃないの。本当に1メートル80あるの？伸ばして1メートル。伸ばして、この人の頭がいいじゃないの。金髪よ、この年で。でもバーコードじゃない。まあバーコードを金髪にしておられるね。この源氏名がいいの。源氏名って店での名前がカレススキっていう。すごいわね、特技がすごいじゃない。タップダンス、昔の男性は下達者なのよ。タップダンスができるのよ。でも書いてあるわよ、膝を痛めてから30年踊っていないと。まあまあ年だからさ、そういうのはね。趣味がおしゃれ、おしゃれでしょ。ピンクのベストがオードリー春日のおじいさんみたいね。まあまあそうだけども、何、私ね、ちょっとね、指名したい人がいる。あ、指名できるのよ。1000円よ、それも1000円でじっと追ってもらえるのよ。鬱陶しいだけじゃないの、それは。そうじゃないの、私ね、この人、この男性、どう、これ85歳、85歳、あなた楽しい、楽しいわよ。私ね、おじいちゃん子だったからね、年寄りの人といると心が安らぐの。この人ね、源氏名がネハンっていうの。すごい源氏名ね。でも鼻筋が通って、このソフトの帽子っていうの、かっ
こいい。上原健に似てるでしょ。上原健って加山雄三さんのお父さんよ。すごいわね、特技がすごいじゃないの。社交ダンス単語の部で2年連続優勝よ。こんな年よりいる。でも書いてあるじゃない、肩を痛めてから40年踊っていない。こんなんばっかりじゃない。いやでもね、この人スポーツが趣味で、見てよ、2時間毎朝歩いてるのよ。2時間歩く体力のある85歳っていうのはすごいじゃない。でも書いてあるじゃない、病院の行き帰り2時間歩いてる。元気なんか病気かわからないわね。あなたの身につけてあるの。私の、そうよ、あなたの子、あなたどっちかというと繊細な人が好きでしょ。魅力って現地で魅力的でしょ。魅力的って言うんじゃない、こういうね、ポーズがいいじゃない、ポーズが魅力観音みたいなね、この仏像みたいな感じでしょ。この人の特技日本舞踊よ。6歳からやってんのよ、本格的よ。坂東三津五郎の弟子で坂東六津五郎っていうすごいわね。でも書いてあるわよ、腰を痛めてから50年踊っていない。人生のほとんど踊っていないんじゃない。まあまあそうだけど、趣味がすごいじゃないの。趣味が音楽よ、コウタハウタドドイツからロックまで、好きなバンドクイーンって、こういうおじさんいる、クイーンが。でも書いてあるじゃない、カラオケで歌うのは三橋道也の達者でなって。まあまあそうだけど、面白いと思う。面白いは安いのがいいじゃない、3500円でね、飲み放題、飲み放題よ。ねえ今から行かない、主人帰ってくるのは遅いと思うの。ねえちょうどよかったわ、今から行かない、まだ7時だから行けるじゃん。いや今日はダメよ、ダメよ、あんたちょっと都合悪いんだけど、見て営業時間は朝10時から午後6時までとなる。すごい店だな、こういうお店でございますから、朝開店前が大変でございます。オーナーがみんなを集めましてね、皆さんおはようございます。いやーお元気そうでございますね。今日もお客様を楽しませてあげてくださいね。皆さんの人生経験を生かして楽しいお話をどん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 進めてくださいね。話に詰まったら水割りを作る、テーブルを拭く、沈黙はダメですよ。黙っているとお客様がどこか悪いんかしらなって気を使ってしまいますから、気を使わせないようにしましょう。それからお客さんの前で絶対に病院からもらった薬を飲まないようにお願いします。裏で飲んでください、裏でね。肩や腰に変なもの貼ってませんか、貼ってませんか、匂いますからね、そういうのは取っといてくださいね。それからお客様の前で笑うときはあまり大声で笑いはかないようにね、大声で笑わないように気をつけてください。うんとか、ニヒールにね、そういう男性がモテますから、うわっはっはっと笑っていれば飛ばしたホストさんがいらっしゃいます。そういうことのないようにいたしましょう。それから先週我々の仲間でした高僧さんがお亡くなりになりました。黙祷いたしましょう。高砂さんは本当にいい方でしたね、本当に。今日からね、高砂さんの代わりに入られた方を紹介しましょう。悲願さんでございます。源氏名を悲願とつけさせていただきまして、悲願さん頑張ってくださいね。よろしく皆さんお願いいたします。あなたは次のホストさんが入るまではお運びさんですから、皆さんのね、注文を聞いてテーブルへ持って行ってください。テーブルの番号間違えないように、皆さんも大きな声で注文してあげてくださいね。注文の仕事がない時はテーブルへついて、皆さんと一緒にね、お客さんでお話していただいて結構です。お客さんの水割りを作る、それから先輩の水割りを作る、そして後から自分の水割りを作るということでね、よろしくどうぞ。さあそれでは皆さん、今日も元気にホスト10か条を大きな声で私が言いますから、ご唱和願いたいと思います。いきますよ。テーブル拭いても鼻拭くな、テーブル拭いても鼻拭くな、店が混んでも咳込むな、店が混んでも咳込むな、飲んで吐いてもパッチを吐くな、飲んで吐いてもパッチ
すな。カレー食べてもカレー臭出すな。売り上げ伸ばせ腰伸ばせ。売り上げ伸ばせ腰伸ばせ。生きて閉店迎えよ。いらっしゃいませ。窓か。オーナーよ、オーナー。そうね、枯れすすきね。やっぱり背高くてかっこいいじゃないの。そうでしょ。よろしくどうぞお願いします。いらっしゃいませ。3名様でございます。2名よ、2名よく見て。あ、どうも失礼しました。この頃どうも目がかすもん。あ、お客様、先週も来ていただきましたね。今日が初めてよ。だんだん物覚えが悪くなりました。あの、ご指名のホストさんいらっしゃいますか。私、ミロク。この人、ネハンさん、お願いします。あ、かしこまりました。どうぞこちらでございます。どうぞどうぞ。ご指名のホスト、どなたでした。今言ったじゃないの。ミロクにネハン。そうでございましたね。失礼いたしました。3番テーブルへご案内いたします。3番テーブルね。そうです、そうです。あ、階段気をつけてくださいね、階段を。ご指名のホストさん、どなたですか。ミロクにネハンよ。あ、そうでございました。失礼いたしました。ミロクさん、ミロクさん、もう一方どなたですか。ネハン、ネハンさん、ネハンさん、1番テーブルへ。3番じゃない。もう何番でもいいんです。何番ねえ、窓か。すごい店で、すごい店でしょう。面白いでしょう。いや、取りようによっては面白いけど、あのオーナーもすごいわね。階段気をつけてくださいって、自分が転んでたわよ。そう、ホストが来たわよ。ホストが、いらっしゃいませ。ネハンでございます。あ、いらっしゃいませ。魅力でございます。どっこいしょ、どっこいしょ。ねえ、窓か。何、いや、ネハンさん、まあ、かっこはいいかわからないけど、写真で見るよりずいぶん老けてるんじゃない。喉のあたりシワシワよ。ゾウさんみたいじゃない。そうね、写真よりはちょっとね。あ、ネハンさん、よろしく。あの、お写真で見たんだけども、ちょっと写真。そうなんです。オーナーから写真を言われたんでございますけどもね、最近撮ったいい写真がないもんですから。45年前の写真。45年前だって。まあでもね、すごいじゃないの。背筋がシュッとね。なかなかいないわよ。やっぱりね、踊りをやっておられたから。それもあるんですけども、軍隊で鍛えられましたね。それがすごいじゃないの。85歳よ。もう同級生とか同い年の人からすると一番若いんじゃないかしらね。そうでございますね。去年の夏に小学校の同窓会がありましてね、お盆に。お盆に。そうです。ところがみんな集まったんですけども、女子は結構多かったですけども、男子の方はもうあっちの方へ行っておりましてね。あっちと言いますと、あの世の方にね。でもお盆なら化けて出てこれるかな。話が暗いわ。そっちで話を進めてちょうだい。そうね、ミロクさん、よろしく。あ、よろしくどうぞお願いします。よろしく、よろしく。まあすごいわね、やっぱりね。踊り踊っておられるから。で、歌がお好き。そうでございますね。小歌、歯歌、ドドイ。私、ドドイって聞いたことがないんだけど。あ、それじゃあやってみましょうか。喧嘩をした時、この子をご覧、喧嘩せぬときできた子だなんてね。肉屋の夫婦に双子ができた、これが本当のソーセージなんてね。
しのっていつまでやるのよ。でも写真で見るより痩せておられるそうなんですよ。私去年の夏に大手術をいたしましてね、手術を胃を全部取ったんでございます。胃はせいですから食べても食べても太らないんです。いつまでこの命が持つくらいは。もう飲みましょう飲みましょうよ、飲み放題なんだから。まだこれ何すれば、私生中、私も生中ね、ちょっとネハンさんも飲みなさいよ。私医者から止められてるもんでございます。私は玄米茶を。いやいや、まあ、ちょっとミロクさん、私も玄米茶を。じゃあそれでいいからちょっと頼んでくれる。あ、かしこまりました、しばらくお待ちくださいませ。悲願さん、悲願さんというのは今日入ったホストさんでございます。新しいホストさんがお運びをするもんですから、悲願さん、生中2つに玄米茶2つお願いします。そんな声で聞こえると思うのあなた。でも胃を取ってから大きな声が出ない。情けないわ。まどか、私が注文するわ。お願いね。いや、もうこんなピッセー来て私が注文するとは思わなかった。どうなった、悲願さん。分かりました、悲願さん。私ね、子供2人育てたからもう大きな声出しっぱなしだったから、早くしなさいよ、学校に遅れるわよ、なんて言ってね。悲願さんね、悲願さん、生中2つと玄米茶2つお願いします。悲願さん、はーい。あ、うちの主人やわ。私も遅ればせながらパソコンというのを始めまして、なかなかやると楽しいもんでございますけども、だんだんこのずっと集中しておりますと目が疲れるといいますか、肩が凝りましてね、もう疲れるなということでお医者さん行きまして、こうこうこうなんですと、あんまりやりすぎるとダメですよ、疲れてますということで、点滴でもやってきますかなんて言われまして、点滴を打ったんでございますけども、昼下がり病院でカーテンをシャッと閉めて点滴をこう打ってますと、もう聞こえるのはお年寄りたちの声ばかりでございます。ほんまに長寿大国でございますね。それ相手にしてる先生も大変でございます。もう聞こえてきまんねん、診察の模様がね。先生どうしたん、ここの足の付け根のとこな、押したら痛いねん、おさんとき。おもろいなぁ思いながらね、おもろいやりとりがいろいろあるなぁ。ほな、もうそういうのがおもろいですな。ほな、違うおじいさんが、先生足のな、どうしたん、こうかかとのとこからずーっと上の右足のとこな、痛いね。それ年やがな。年やがなって、左足は同い年やけど何ともないねんで。すぐ痛なるから、あちらのこと。おもろいですな。先生どうしたん、喉がこの間から痛うてな、声が出えへんねん。出てるがな。おもろいです。こうして聞いとったらね、先生お腹のな調子が悪いんですわ。食欲はありますか、おかずによります。こっちの方ではおばあさんたちがね、みんなこうなんか点滴を受けながら、もうみんな顔見知りですね。おもろいですな。みんなでバー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 言いながら楽しいんでしょうね。ああ、玉田さん、どうもどうも、あんた久しぶりちゃうの。声だけですよ、僕がこう聞いてばね、昼下がりに、久しぶりちゃうの、あんたどうしてた、ちょっとこの頃顔見せへんかったよ、元気にしてた。ね、横におる人でしょうな、あんたアホちゃうの、元気にしてたって、病院行けへんかったことは元気やのちゃうの。ねえ、違うね、調子悪かって、玉さん調子悪かった、調子悪かったにしんどうてな、病院来られへんかって。ちょっとこの頃マシになってな、元気になったから来て。なんや、わけわかれへん、わけわかれへん。お年寄りが元気で頑張ってる社会というのはなかなか明るくて私はいいんじゃないかと思います。私も堂々と年を取りたいもんですな。お父さん、ちょっと待ってくださいよ、結婚
いや結婚はよろしいよ、別に式まであげんでもよろしいやん。お父さん83ですせそうや、いやそうやって世間体もあんねんからこっそり籍を入れたよさ。お父さんの気持ち分かりますせ、8年前にお風呂に死なれてね、一人で寂しい、それは分かるけども籍だけ入れといてよろしいやん。そんな別に式屋とか披露宴とかやらんで、そう思ってんねんけどな、こういうのは相手さんのあることやからお前さそれでもええねんけど、やっぱり女性は花嫁衣装を着たいとか結婚式あげたい披露宴やりたいという憧れがあるやないかいな。特に若い女性にとっては結婚は憧れやがな。なんです、若い女性結婚する相手は若いんですか。若いね、若い、若いっていくつなんで。若いね、71や。もうええ年じゃ、ええ年って12もしたやで、一回りしたやで。お前そない言うけど、つまり30の男がな18の娘と結婚するのと同じやで。同じじゃないと思いますけど。また向こうにはな3人娘がおんねん。先方さんは20年前にな連れ合いに死なれて、ずっと一人で3人の娘がわしのとこへ来て頭下げてな、お母さんは前の結婚の時結婚式挙げてなかったし、やから今度は結婚式を挙げさせてあげてくださいと、こない言うねん。そう頼まれたら、いや言われへんから、またようできた娘でお母さんに着させてあげたい言うて、ウェディングドレスをみんなで手作りで作ってんねやれ。どうもこの話気色悪い話でんなそれ。ウェディングドレス71歳ですって。そらそらちょっとも何もええやないかい。かわいい人はいくつなってもかわいいね。ウェディングドレス着せてな、バージンロード歩かせてやりたいとこない言うね。バージンロード、そらばあちゃんロードですね。それはほっとけそんなこと。何言うね。そうですやないか。お父さん、ひょっとしてハワイであげるとか言うのと違うでしょうね。いやハワイであげたかったんやけどな、この間からリュウマチが出てな、飛行機長いこと乗んのが嫌やねん。したからな、ほんでまたウェディングドレスやから神社でというわけにはいかんわいな。ホテルのなチャンプルーでちょっとあげよう思って。何ですかそのチャンプルーいうのは。教会のことやがな、チャペルでんがな。チャンプルーいうのは沖縄料理です。あ、ほんまかいな。ほんでホテルについてる教会であげてな、でホテルで披露宴をやろうかいなと思うとんじゃ。思うとんじゃって、ホテルであげてる、どこのホテルです、ロイヤル帝国プラザホテルでな。大阪でも超一流じゃないですか。ちょっとええ加減にしてくださいよお父さん。お父さん、私がねホテルで結婚式をあげたい言うた時どう言いました。そんなもったいないことすんな、ホテルなんかお前まだまだ、そんなもんやめとけ言われて、私は玉姫殿であげたんですよ。お父さんはホテル玉姫殿ええやないかい。ゴンダラでこう降りてきてスモークがバーン、あのスモークの中からお前とこの嫁はん出てきた時な、煙にいぶし出されたタヌキや思たれ。ほっといてくださいよそんなこと。いや三人娘の一番上の向こうがなロイヤル帝国プラザホテルで勤めとんねん。今ホテルも不況らしいわ、地味婚やとか言うてな、若いやつがなかなかホテルであげへんねん。せやからシルバープランいうのを打ち出して、シルバーの人にも金婚式、金婚式また結婚式にも使ってもらおう。今の3割引きやせやけど、お父さんやったら5割引きでよろしい言うから安いがな。ほいでやらしてもらうことになったや。再来週の日曜日頼むで。再来週の日曜日、えらいまた急でんな。そうやね、ロイヤルテイクプラザホテルの決まりでな、65歳以上のもんは申し込んでから2週間以内にあげないかん決まりがな。半年先とか1年先になったらな、片方がなくなるいうことが多いから。わかりました、再来週の日曜日ですね。祝儀頼むで、祝儀で。お名前は何とおっしゃるんです。何がいいな、何がいいなって、お母さんの名前ですよ。お母さん、お母さんって誰。 お父さんの奥さん、私にとってはお母さんじゃないですか。名前はお前には教えない。お前は手が早い。アホなこと言われる。71じゃないですか。名前は名前な、ナミエっちゅうね。ナミエ、そうそう、アムロナミエと同じ字や。
波江町、波江町は踊りうまいな、うちの盆踊りやけどうまいね、波江同じ字や、だから波江のわしを夫やサムと呼べ、この披露宴がえらい披露宴でございます。ほとんど出席者は70以上、もう結婚披露宴か法事の集まりかわからんような感じでございました。司会者はもう杖つきながら、それでは、ただいまより新郎新婦の入場でございますが、あ、ホテルの方すんませんけどね、入場の音楽ちょっとゆっくりめにお願いします。リハーサルの時ね、あの音楽についていかれへん言うて、で新郎がちょっとリウマチでね、新婦が腰痛でね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、高砂の席にお着きになるまで一つ拍手の方をお願いします。新郎新婦の入場。高砂の席に着くまで30分ぐらいかかります。みんなもう拍手で手が痛くなっております。ただいまより大八木彦一様、香川浪江様の結婚披露の宴を始めさせていただきます。それではまずは今回の仲役をお務めになりました、仲、いや合わせとりました、私の名前紹介する、この頃よう忘れまんねん、もの忘れてね、今日も眼鏡忘れたんですわ。で人の借りてるから合わんでね、よう見えまへんねん。私今回の司会役を仰せつかりました新郎の彦一さんとはゲートボール仲間でございます、近松文次郎と申します。よろしく。風邪ひきましてね、今朝もちょっと医者へ寄ってカッペー汚い司会者。それでは仲人の古田富三郎、え、古田と違う、吉田、あ、一本あったわ吉田富三郎さんです、どうぞ。ああ入ってまんか、はい、ただいま紹介いただきました、吉田、ちょっとホテルの方、これちょっと止めて固定しといてもらった方が疲れるさかい、吉田富三郎でございます。寿老人クラブの現会長でございまして、彦一さんが前会長でございます。私もね、今までこの仲人いうのを何遍も行さんやってきましたが、生まれて初めてです。仲人より新郎の方が年上いうのは3つ上でございます。このお二人は寿老人クラブで初めてお出会いされまして、会った時はビビビと来たそうでございます。それからのお付き合いでも仲のええ二人でございます。どこへ行くのんでも手つないで、もうそんな見せつけないな言うたら、彦一さんが手つないのったら杖代わりになって倒れてええねや言うてありまして、私はねええことやと思います。年取ってもこうして愛を貫くというのは、こういうふうに私は情熱的に生きることを寿老人クラブの若い人にも真似てほしいなと思うんでございます。それではお二人の経歴、あ、その前に一番向こうに座ってんのね、実は私の嫁はんとちゃいまんね、だこうでは夫婦でやらないけばええねんけどね、昨日嫁はんが血圧がえらい高なってね、ほんで救急車呼びまして、今日はもう休んどき言うて、嫁はんの妹に急遽ちょっと代役を頼みまして、みんな嫁はんや思うて挨拶してる人おりましたけど、いちいち説明するの邪魔くさいからまとめてやっとこう思って、ちょっと紹介させてもらいます。山崎春の言いまして、昭和元年に岡山県の新見市で生まれまして、地元の小学校を優秀な成績で卒業いたしました。姫路の宝石工場に勤めました。そこで最初の主人と知り合いました。
そして子供、え、そんな紹介どうでもええ。あ、新郎新婦、新郎新婦、新郎の経歴でございますが、あ、ちょっと彦さん、あんたと打ち合わせしてる部屋忘れた。とにかく経歴がなおうてなおうて、人生が長いもんやから大丈夫。私もう彦さんとは長い付き合いやから分かってます。大八木彦一さんは83歳でございます。今から83年前に生まれました。生まれたのはどこでした？満州。あ、満州でしたか。あ、満州で生まれまして、そこで大き、え、5歳の時に、あ、大阪帰ってきた。どこへ？ああ、お、筑豊へ。あ、港区の、港区の筑豊の、え、筑豊小学校、あ、筑豊小学校を出てから南のカバン屋に勤める。カバン屋とちゃう？同じ言うてましたよな。カバン屋へ、ちょっと、え、看板屋。あ、看板屋。看板へ。ちょっとね、経歴長いから、もうとにかくそこは省略して、どうしても知りたい人は本人に聞いてください。とにかく私はお二人には幸せになっていただきたい。末長く言うてももう長いことおまへんけども、共に白髪も抜けましたけど、お幸せによろしくね。わけのわからない挨拶。それでは、ただいまから来賓の皆様の祝辞をいただきたいと思います。まず最初は新郎側から、新郎の筑豊小学校の恩師であられます新海松蔵さんより一言ご挨拶をいただく予定でございましたが、松蔵先生が今朝方玄関先で倒れられ、そのままあの世に行かれました。94歳でございました。新郎のたっての希望でここで冥福を祈って黙祷を捧げたいそうです。皆さんご起立をお願いします。新海松蔵さん、安らかに眠っていただくことを眠るお祈りいたしまして、乾杯。あ、乾杯やない、黙祷。なおれ。それでは続きまして、新婦側を代表いたしまして、新婦の主治医であられます中村圭一様よりご挨拶をお願いします。どうも中村でございます。どうも中村でございます。おばあちゃんおめでとう。綺麗ですよ。いや、私のね、祖母の時代から、祖父の時代、そして祖母の時代から、おばあちゃんにはうちの病院に来ていただきました。まだ木造の時でございました。木造の2階建てでございましたかね。今鉄筋の4階建てでございます。もうおばあちゃんはじめ多くの患者さんにおかえりたくさん薬を飲んでいただいたおかげで鉄筋のビルが建つことができました。おばあちゃんありがとうございました。私は父から8年前におばあちゃん担当になりました。おばあちゃんちょっと腰を痛められております。腰は皆さん大事なところでございます。肝腎要と申しますけども、肝臓腎臓腰というのは、腰の横に肉付きをつけますと、これは腰でございます。要の横へね、つまりこう体の要でございます。腰というのは人類が立って歩いて、まあ4、500万年ですか、4、500万年からある伝統的な病気でございますけども、これほっといたら働く意欲がなくなる、生きるこう、まあなんて言うんですか、気持ち、意志がなくなって、意欲がなくなってくるわけですから、大事な病気でございます。アメリカのマイケル・ピートっていう博士が、腰痛を治すための108つの方法というのを発表いたしまして、大変話題になっております。せっかくの機会ですから発表いたしますと、まずその位置が適度な運動でございますね。適度な運動というのはどういう運動かと言いますと、汗がうっすらかくような運動です。運動しすぎてもいかず、運動せんでもいかず、適度な運動というのはいいことでございますね。で、二つ目が、とこの挨拶の長いこと長い、108つもあるんですから、普通は誰ってわちゃわちゃするもんでございますけども、みんなもう一番大事なことですから、メモ取ったりなんかしました。講演みたいなもんでございます。以上108つの方法を皆さんに、まあ、発表いたしまして、簡単でございますが私の挨拶を返させていただきありがとうございました。
どうもありがとうございます。だいぶ時間が延びましたので、乾杯の温度はちょっとすいません、手短にお願いいたします。乾杯の温度は、新郎の筑光小学校の同級生でございます。西田弁蔵さん、お願いいたします。どうも、弁蔵でございます。どうも、ひこちゃん、おめでとう。いやー、私はね、この筑光小学校で一緒でして、同級生の中ではもう男子生徒は2人だけです、生き残りは。女子生徒は67人いてますね。戦争もありましたしね、大変な時代でした。彦ちゃんはもう元気です。まあやんちゃというか、小学校の頃が小学校3年生の時でしたかね、奈良へ遠足に行きましてね、あの猿沢の池で、ちょっとすいません、あの時間がないんです、あ西田さん、手短に、手短に原稿用紙12枚書いてきたんやけど、ああそう、手短、分かりました、それではコップを持ってください、それでは一つご賞を願います。彦ちゃん、ええ子産みや。彦ちゃんはやる男です。彦ちゃんは元気です。この間も木の先温泉行きましてね、一緒に風呂入りましたけど、元気です、立派です、本当に。彦ちゃん、奥さんが無理かな、奥さんの娘さんに頼んで、そんなわけにいかない。とにかくね、彦ちゃん元気ですね。あれは小学校6年の、もう結構です。私がやります。乾杯し、会社がやったりなんかいたしました。それでは皆さん、ただいまより食事の方上がっていただきます。本日の食事は、新郎新婦の願いで、豆腐の懐石料理を。それから普通の披露宴ですと、お色直しテープカット。テープカットやね、ケーキカット。それからキャンドルサービスございますが、ここはございません、もう本人が動くの嫌やと。どうぞ飲んだり食べたりゆっくりしていってください。ああそれから男性のトイレに入れ歯の忘れ物があります、食事の前に取りに来られた方がいいと思います。それではどうぞごゆっくり、もうみんな同じ世代でございますので、飲めや歌えの大騒ぎでございます。いよいよ宴も終わりに近づいてまいりまして、皆さんいかがでございましたですか。そろそろお開きの時間になってまいりました。それから、二次会のお知らせでございますけれども、7時からこのホテルの地下1階のラウンジでやる予定でございましたが、もう随分時間が延びましてね、この分やったら8時半からということになりますが、新郎新婦がもう眠たいと申しておりますのでなしです。はい、新婚旅行でございますけれども、明日から東京へ行かれるそうです。東京へ1泊2日でディズニーランドへ行かれる、新婦の小さい時からの夢だったそうでございます。ディズニーランド行ってジェットコースターへ2人で乗りたい、でジェットコースターへ乗って、もしも生きてたら浅草の観音さんをお参りして帰ってくるそうでございます。さあそれでは花束の贈呈です。お父さんお母さんありがとう、感謝の気持ちを花束に込めて贈りますと、こう普通なら贈るとこですが、ご両親はもうとっくの昔に他界されておられます。ですから今回は新郎新婦の息子さん夫婦、娘さん夫婦に贈られます。今日まで育っていただいてありがとう、たくさんすねをかじっていただいてありがとう、おかげで二人はこうして幸せをつかむことができました。二人で力を合わせて銀色に輝く幸せな家庭を作ります。それでは花束贈呈、拍手、あちらこと言うて司会者が盛り上げます。高砂の席に並んだ譲渡馬、シルバーウェディングでございました。ありがとうございます。すき焼きという落語でございますけども、あの落語というのは300年の歴史がございますんですけども、実はこれが兼題という題で、前に置いたのは膝隠しでございますね。昔の落語家はまあ大道芸といいますか、パフォーマーでございましたから、300年前はこういうようなものの中にいろんなものを隠してこう前へ出してきて見せたんでございましょうね。で昔の落語家は大体が自分で考えた落語を皆さんの前でしていた。ですから私は
とびきり新しいことをしてるんじゃなくて、ずいぶん昔のことを、つまり、まあ、原点に戻った落語をしようとしているわけでございます。もう300年この続いておるうちに伝統というものができまして、芸というものが確立されて、例えば扇子とか手拭いでいろんなものを演じると、ですから扇子一本でうどんを食べるところをやるとかね、あ、大将こっちもどこが、あ、どうもお気に、それまた暑そうやな、いやいやいや、暑いのはええねんけどな、ええ出しや、うまいとは言って、これをまあ、何にもなしで演じるわけでございますね。何にもなしで演じてながら、おなかなかうまいね、なんかあるように感じるねと、こういうふうに思わすわけでございますが、リアルだなんて思われてね、でももっとリアルにするには本物に、挑戦するとリアルなわけでございますね。リアルな芸を追求していくとこういう芸になるわけでございます。例えばみたらし団子なんかでも、この扇子一本では表現はするんでございますけれども、みたらし団子いただきます、例えばこういう手拭いで、焼き芋かなんかをよく落語家がやっておりますけども、こういうのも300年の伝統の中で、こういうふうにやった方が焼き芋のように見えるよみたいなことになったんでしょうね。はい、いただきます。暑いです、暑いです、なんか被った後こうみたいな感じです。こういうのをもっとリアルにということになりますと、実際に食べる方がリアルなわけでございますね。ですからこのすき焼きということは、実際に食べて楽をやるんでございますが、なかなか思いつきは私は自分で作って、おお面白いじゃないかと思ったんでございますが、この楽の欠点がございましてね、その一つは、何もなしでやりますと、うどん屋とそれから食べる方の会話ができるんでございます。ようこしゃず、どうぞお待とうさんで、もとこもとこ、いやどうやねん、流行るか、いやぼちぼちでんな、ぼちぼちかいな、さけどな不景気やからな、そうだね、そうやろ、昨日は出て、昨日もさっぱり飽きまへんな、そうかいな、うん、うん、ビャシってことな、そうでしたろ、こういうような会話ができるんでございますが、実際に食べますとこれがなかなかできないわけでございます。実際に口に入ってるわけでございますから、喋ってる方というか食べてる方も喋らないといけない、つまり食べてない方も喋らないといけないとなりますと、全部食べてるわけでございますから難しいわけですね。この肉おいしいですな、うん、こういうふうになるわけですね。これが実際にすき焼きを作らんとやりますと、すき焼き、なかなか、肉ですわ、いやいや、ありがとうありがとう、肉用意したんや、そうですか、肉よろしいでして、うん、いやいやこれ、
よーよーこれなんて言ってできるわけですが、これができないんでございます。これが実際に食べますと、なんかチョコレはな、ほやろなかなかええ肉やろ、柔らかい、ほうかこれをいかに克服してやっていくかというところを、まあ、見ていただくわけでございます。それとやはりもう一つこの落語の難しいところがございまして、それはまあ見ていただいているうちにその難しいところがおいおいと分かるんじゃないかと思います。もう一つは熱いということでございます。ライトで熱いですしね、実際にこの場でございますから、まあまあその熱いことぐらいは辛抱できるんでございますけども、ここにマイクがついてましたね。これも予定外でございました。これは大丈夫でしょうか。ちょっとここへつけさせていただきました。こういうことでございますね。おい、ただいま帰ったで。おかえり。紹介するわ。いや、お連れしたね、松原君や。ほんな仙台支店からな、変わってきたんや。よろしく。この間仙台行った時にえらい世話になったよ。まあそうでございますか。えらいお世話になりまして、奥さんはじめまして、松原でございます。よろしくどうぞお願いいたします。こっち来るようになりました。大阪へですね、慣れないもんでございますので、一つよろしくどうぞお願いします。こちらこそよろしくどうぞお分かりになってください。どうぞどうぞ。それから一ノ瀬君や、我が社のホープ、京都大学出身やからな。はじめまして、どうぞどうぞ。みんな座って座って。おい、松原、そうそうそう。いや、私こんな髪で、髪だもヘチマもあるかいな。君が今日の主役やないかいな。歓迎会や、歓迎会。まあまあ、さりさり。いや、歓迎会言うても大層なことはないで。ところがどうや、大阪は。大阪どうや。大阪は本当にびっくりしますな、この大阪という大都会は。私ね、仙台と言いましても、仙台市内から車で、そうですな、1時間半ほど山の方へ行ったところまでで探しまして、のんびりしたところです。ですから、大阪のこの速さ、これについていけないでございます。阪急のところにね、動く歩道行ったんです。これが動く歩道か。乗ってるだけで、歩いてるような、これが動く歩道か。って降りましたらね、横大阪の方が、たったったった歩いていくんでございます。動く歩道やから別に動かんでも歩道が動いてるからそれでええと思いましたら、もう大阪の方動く歩道たったかたったかですから、横で見たら走ってるみたいに見えるんじゃないですかね。あれ動く歩道というよりも飛んでるような感じじゃないかと思います。あれにまだなかなかついていけませんな。しかしそれにしましても大阪は美味しい食べ物が、やはり食い倒れの町大阪でございますね。何食べても美味しいんですから。うどん食べに入ったんですけどもね、このうどんがまたその辺のうどん屋ですけども美味しいんです。いやいや、美味しいのもね、美味しないのもあんねんけど、まあまあいっぱい行こうよ。君ね、まあ一つ帰る道が一緒やから頼むね、君ね。まあ行こう。いやー、これからね、まだ同じ道やから帰って、どうもありがとうございます。いやいやいや、どうぞ。いただきます。うまいですな、大阪のビール。札幌や、札幌。ほんまに君は純粋やな。札幌やね、札幌。ところで今日の歓迎会やけどもね、すき焼きということにしたんやけど、かめへんかな。大阪人はね、家でのごちそうというとやっぱりなんかすき焼きしか思いつかんねん。すき焼き結構でございます。私は団塊の世代でございますから、肉に対する思いは格別なものがございましてね、すき焼き大好き人間でございましてね。大丈夫かね。ビールのあれがね、まあまあ大丈夫でございます。もうすき焼き大好き人間でございます。もう仙台の山奥でございました。はい、もう農家やっておりまして、貧しい農家でございました。男ばっかり4人兄弟、なかなかすき焼きなんて4年に1回でしたかね。オリンピックだな、まるで。そうなんですよ。周りにすき焼きの材料はあるんですよ。野菜はいっぱいあるしね、牛はおるしね、
ところがすき焼きだけはないんでございます。もうすき焼きと聞いただけでお腹がね、いいわ、ぐる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 、喉がぐる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 っとします。猫だな、まるで。そらよかった。肉用意するからね。もう肉、これがね、もう大阪の肉憧れでございました。神戸牛に松阪牛、今プレッシャーをかけるな、随分。悦子、悦子、あの肉はええの買っておいたか。あのそこそこなんですけど。もうそこそこだけ。いや、もうそこそこ結構でございます。私が食べてたのはそこそこの、そこの、まだそこ、日本の経済みたいな肉食べておりましたですからね、もう十分でございます。ああそう、じゃあ肉が用意できるまでちょっと待ってや。ところで君、片付いたか。片付きません。もうとにかく段ボールいっぱいでございましてですね、私はもともとですね、私一人で単身赴任で来る予定だったんでございますけども、小学校3年の桃いう娘が、桃ちゃん、可愛らしい名前やな。そうですね、これがね、パパと離れるのは嫌だなんて泣きまして、可愛いのがあるじゃないですか。それで一緒に、家族一緒に来ることになりまして、ごたごたしましてね、その前にまたいろいろありましたんです。ごたごたバタバタ続きで、で今日から小学校へ行ったんでございますけども、この教科書はあったもののランドセルがなかったんです。もうやつだもつだしてもランドセルがないもんでございますから、しゃあないから教科書を風呂敷に包んで学校へ行かしましたんです。山の文教所だな、まるで。そうなんですよ、下着も私の下着が見つからんで、嫁さんのは直したとこちゃんと分かってたんですけど、私のがずっとですから、1枚をね、裏返しに履いたり横から履いたり、今日は家内のを履いてますよ。おいおいおい。ですから今日はね、スーパーへ行きましてね、会社の昼休みにちょっと買ってきたんですよ、トランクスを。しかしびっくりしましたな、大阪のトランクスは下着も派手ですね。大阪は看板も派手ですけどもね、動いたりしますでしょ。下着もびっくりするぐらい派手ですな。こんなんですよ、こんな。大阪の下着はどうですか、これ。びっくりしましたね、こんなのがあるんですな。キングなんていうのね、それからこれがびっくりしました、こんなん、つぼ押しパンツなんて。ちゃんと後ろにつぼが書いてあるんですよ、これ。ほんで七福神のこんな、どうでもいいけどな、すき焼き鍋の上でパーパーするな、パーパー。そうも、すいません、あ、落とした。お、落とすなよ君。また次長いかがでございますかね、私のこれ買ったやつ、あのお履きになります。いやいや、そんなんいいから。あ、肉が来たから、それじゃあ、いよいよすき焼きを始めようかな。いや、始めようかなって、川端次長自らやっていただけるんです。そりゃそうや、すき焼きは男の料理だよ、女の人に任せとったらね。すき焼きというか鍋料理というのはね、醤油をドン、砂糖をドン、これがいいな。あ、ちま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 やっとったらダメ。私は鍋奉行だからね。ああいうとけど、関西風だよ、関西風好きなんです。やっぱりね、肉を焼くすき焼きはやはり関西、割り下はダメです。あれはすき焼きとは言いませんですからね。やっぱりこの油をこう引いて、そこへ肉へ、この油がとろけてきた、その油、これが美味しいんです。私友達と一緒に札幌の方行きましてね、関西風すき焼きの店今座というところ行きました。このとろとろのこの脂身、これが好きで美味しくてね、店の人に言うて5つ頼んで食べました。君はほんまにコテコテしてるな。それじゃあいよいよ始めようか。ちょっと違いますね、一ノ瀬君。違うって何が違うの。いや、この鍋ですとその脂身はちょっと大きすぎますね。大体この鍋ですと1センチ角が妥当ですね。油というのはあまり回りすぎると美味しくないんです。炊けた時にとろけてなくなっているぐらいが美味しいんですよ。ほう、一郎さん、今日詳しいね。大学でちょっと勉強したもんですからね。お、大学で、君大学は確か京都大学、文学部です。すき焼き学科、そんなのはありません。母が病弱でしてね、姉が料理をやってたんですけども、姉が大学2年生の時に嫁ぎまして、私が料理番になったんです。父と母においしいもの食べさせてやりたいと、大学の図書館で料理に関するありとあらゆる本を読みました。そしてバイトは料理関係のところへバイトに行きましてね、プロの料理人からいろいろと教わりまして、究極のメニューを目指してやったんです。私はですから京都大学では兄弟のおいしんぼと呼ばれておりました。
やったね。兄弟のおいしん坊、川端町どうですかね。ここは一つ一ノ瀬君に究極のすき焼きを作ってもらうということにしたら、バカなことを言うな。あのね、このすき焼きとかお好み焼きね、それからちらし寿司というのは家庭家庭の味があるんだよね。ですからここは私に任しとけ。あ、そうでございますね。どうぞお好きなようにお作りくださいます。一ノ瀬君、ここは川端次長家のすき焼きをいただこうじゃないか。それは分かってるんでございますけども、すき焼きはもはや家庭の味じゃないんです。家庭の味ではないというと、江戸時代ご承知のように肉を食べることはできませんでした、日本人は。ですから西洋の肉料理に比べて日本の肉料理は随分と遅れをとっていたんですけど、明治になって肉を食べるようになってから肉と醤油が合体する、つまりすき焼きを発明することによって西洋の肉料理とすき焼きが肩を並べることができたんです。はあ、あ、すき焼きで肩を、そうです。ですからすき焼きはもはや家庭の味ではなく日本を代表する日本の味なんです。なるほど、あ、そう。いや、川田次郎、やっぱりこの一ノ瀬君に任して。バカなこと言うな。わしがやると言ったらわしがやるんやからな。ちょっとあなた、ねえ、ちょっと一ノ瀬さんにお任せしたら私も究極のすき焼きというの食べてみたいわ。あなた、そうやな。じゃあ作ってもらおうか。あ、一ノ瀬君頼むわ。川端次長、なんだ。いや、なんだって、川端次長も随分奥さんに弱いんですな。奥さんが言われるとコロッと変わる。いやいや、言われた通りじゃない。嫁さんの意見を尊重しただけだ。私もきっかけを待っていたんだよ。ああ、なるほど、そうでございます。いや、じゃあ一ノ瀬君お願いできるか。よろしくどうぞお願いします。これでこの材料でできるの、何か足らないものは。そうですね、あとはメジャーとザラメの砂糖をいただけますか。ザラメの方が溶けやすいもんですからね。あ、そう、メジャー、メジャーというと何すんの。一応鍋の大きさを測っておきたいんです。鍋の大きさを測ってどないすんの。鍋の大きさを測れば脂身の大きさが出てくるんです。すき焼き脂身の法則というのがありましてね。ほう、そう、メジャーが来たよ君。これ失礼します。24.8 ぐらいですね。ということは1センチ角でいいでしょう。どんな計算それは。いや、ちゃんと計算があるんです。じゃあ火をつけます。すいません、ナイフはどこにあるんですか。ナイフね、ナイフはどこかにあった。ああ、あったあった、これかな。ああ、そうですね、1センチ角ですからこんなもんでしょう。君ええ加減だな、それは。そう、1センチ角はいいけど、そうなんです、これで大丈夫だと思います。とろけてなくなるのは、油を引くときはこの大きなやつでやった方がやりやすいですから、これでやりましょう。まだですね。あ、大丈夫です。はい、鍋がちょっと熱くなってきましたから、これでいっぱいですね。はい、まずこういうふうに油を十分に引いてください。お、いいですね。そしてこの油を出しまして、小さい方の油を入れておきます。そして次に肉を2枚ほど、ずいぶん大きないい肉ですね。この場合は1枚でいいんじゃないかと思います。入れたこの肉は犠牲の肉です。一ノ瀬君、その犠牲の肉というのはどういうこと。はい、これは他の肉を美味しく食べるための犠牲の肉なんです。その犠牲の肉はどうなるの。捨てます。もったいないね。いや、川田次郎、私は捨てないで食べますから。いや、1枚ぐらいいいんですよ。今こう上がっているなんか美味しそうな煙、これがメライジンという成分です。これがメライジンか。いや、大魔人なら知ってるんだけどね。ここにザラメの砂糖をしっかりと引いてください。
そしてこの辺に野菜を入れていただきます。家庭によっていろんな野菜を入れるでしょうけども、硬い野菜から例えばじゃがいもを入れるとか、それからかぼちゃを入れるところは、あっ一ノ瀬君椎茸が落ちたぞそういうのは拾って入れておいてください。そして野菜を入れてください。焼き豆腐に、それから糸こんにゃく、こうしておいて醤油を入れて一気にメダイジンを引き出すのです。おー、いやー川田次長、メダイジンが、あー、いやー、この間からね肩が凝って困ってたんですよ。浅草の観音さんじゃないんだから。ここで大事なことは、この糸こんにゃくと必ず肉を離すっていうことです。肉を、はい、糸こんにゃくというのは石灰を含んでますから、石灰に肉が触れると硬くなるんです。糸こんにゃくというのは石灰を溶かした熱湯にこんにゃく芋を吸ったものを練ったものを、これを糸状に固めたものが糸こんにゃくです。それからこれが煮えた時にはここで必ず味見をしてください。糸こんにゃくは 97.4% 水分を含んでおりますから水っぽくなります。ここで味見をすることです。さあここで肉を入れておきましょう。さあこうしておいて煮えるのを待つのです。なるほど、おお、美味しそうな出汁が出てきたね。はい、しかしこれで煮えるのを待つのか。そうです、どれぐらい待つの、そこが問題です。あはん、ここがこの落語の問題点だな。結構この勘が大変なんだよね、これは。あ、川田次郎、おお、なんだ松原君、こういうことができますか。いや私はね、いや、こ煮える間ですけどもね、こんなことは、こういうのどうです、なかなかやるね君。いや、こういうのどうです、こういうの、ええ、こういうのね、いやこういうのいかがですかね、こういうのね、ちょっと待ってくださいよ、うまいこと時間を稼ぐね。こういうのね、じゃあこれに4つ挑戦しましょう。はい、いいですか、こうでしょ。やっぱりやめときましょうこれは。あ、こういうのはどうですかね、こういうの、川立ちを、そんなのできて何になるんだ。いや、もうちょっとかかりそうで、あっ、あ、いやいや、これはね、あ、あ、いや、ちょっと待ってくださいよ、あっ、あ、あ、それじゃあこういうのはどうですかね。
じゃあこういうのをね、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと割り箸が惜しいな。まあ時間は稼げていいんですけど、ほっ、なんか会場が一体となってきましたね。いいね。あ、もう一回だけチャンスをください。やめましょうこれはね。ああ、どうだ一ノ瀬君、はい、もうちょっとですね、いい感じになってきました。はい、お、いいですね。あ、もう少しかかりそうです。あ、もうちょっと、あ、いい感じな、ちょっと焦げてない。あ、大丈夫ですね。ちょっと待ってくださいよ、まだリクまだ赤いですからね。もうちょ、あ、あ、私しよう、こういうのをご存知ですか。どういうの。いや、なぞなぞですけどね。あ、まあ何でもいい。ここのところは大変なんだ、この時間つなぎはな。何、あの1年でね28日ある月は、あ、2月だろう。残念でした。毎月です。28日あるのは毎月です。ああ、なるほどな、そうか、うん、他には、他にはね、あの浮き袋の中に入ってるのは、さあ君、空気だろう。残念でした。泳げない人です。まだできないのかね。ちょっと待って、ここのところがね大変なんですよ。あ、ところが、ところでちょっと聞きますけどね、なんだ、あの寿司屋の大将の好きなスポーツは何。それは分からないな。なんだ。テニスです。テニス。なんで。いや、テニスついてるからね。テニスと。なんでもいいけど、まだかな。あ、ちょっと、あ、もうちょっとなんですけどね、ちょっと立派な肉すぎて、あ、もうそろそろ行けてきたんじゃないでしょうかね。ちょっと野菜を入れておきましょうかね。水分がなくなってきたよね。水分、うん、もうちょっと、君今入れたのは何だ。これはちょっと内緒ですけど、割り下です。おいおい、それはちょっと君ずっこいんじゃないか。いや、今のはカットしときます。はい、今のはカットで見なかったことです。ちょっと出汁が少なくなってきたもんですから、やっぱりこういう場合は、あ、いけましたね。あ、そろそろ松原さん、この辺はいけますよ。あ、じゃあいただきます。卵は、あ、まずは卵を割らないで食べてください。え、肉の美味しさだけを食べていただくんです。あ、そう。いや、親父がね、卵割って食べてたらそれが美味しそうだったのよ。あ、そう、ほじゃ、あ、いただくわ。一ノ瀬君、暑いね。暑いけどね、美味しい。なんかこう、まあ、辛い感じがね。うん。
めちゃうまめちゃうまな、これは。うん、おいしいですよ。そう、おいしい。え、皆さんもどうぞ。いや、私はね、こうしてのんびりゆっくりすき焼きが食べる、これがもう一番の幸せですね。小さい時はね、音ばっかり4人だったでしょ。そらもう思い出しても大変だったです。すき焼きはね、私にとりましては戦いだったんですよ。そう、すき焼きが始まると男兄弟4人の目が血走っておりました。私は一番成功でしたから、なかなか肉にありつけなくて、私が肉をやっとることでパッと取ると、兄がそれを箸で叩き落としたんで、長男がバーンと叩き落ちて、落ちたやつを次男がさっと持ってきて、でもお袋はいつも優しいお袋でした。長い箸でこれこれ、みんなで仲良く食べなさい、たかしにも肉あげ。優しいお袋はね、私のご飯の上に糸こんにゃくがちょっとついた肉をそっと乗せてくれたんです。母ちゃんありがとう。お袋の方を見てる間に私のご飯の上に乗った糸こんにゃくのちょっとついた肉を三男がさっと持って行ったんです。私はね、それから考えました。肉を入れた時からもう箸で押さえとくんです。そして豆腐の中へ隠しておくんです。私とりましたすき焼きはいつも戦いだったんです。まあ座ろう座ろう。大変だったな君。いや私もそう、やっぱりすき焼きというのは格別のものがあるね。いや私なんかもね、私の友達がね、大学のそばに住んでてね、そいつがバイトばっかりして顔色悪くてな、みんなでちょっとすき焼きでもして馬力でも入れてやろうというので、お金を出し合って肉を買ってね、でお袋に野菜を作らして友達のとこ行ったら、すき焼きの鍋があるもんと思ったら、どこを探してもすき焼きの鍋がない。仕方がないから金だらいでやってね。金だらいですか。そうやってるうちにぐちぐち抜きついたら、そこが抜けてね、ずどーんなって、ほら大変だったな。一ノ瀬君なんか、僕らの時はもうすき焼きなんていうのは、ああまたかっていう感じでしたね。そうやろうね、君らの時は肉だからっていうの、肉も安くなったからね、特別な思いはなかったやろね。ええ、でも今晩の時は大体なんというか鍋料理だったですね。はあ、鍋料理で、鍋料理になるとね、このメガネをやめてコンタクトにしてくるやつがおるんですよ。木村って言いましてね、つまりこう湯気でね、パッとふた開けたら湯気で曇って見えないから、エビとかなんか取れないから損だって言ってね、昔のコンタクトは高かったですからね、ハードで。あれはちょうどすき焼きの時でしたかね、こう食べようと、もう煮えたから食べようとしてる時に、先輩が後ろから来ましてね、おい木村食べてるか、パーンってポッとこう、あっすき焼きの鍋の中にコンタクトが落ちましてね、我々は食べようと思ってるのに、またーなんて言いました。食べれなかったんですよ。いやもうお腹すいてすいて、どこを探してもないんです。糸こんにゃくの間から豆腐のところね、それから椎茸のひだひだのところなんか、もうなくてなくて、仕方ないから食べながら探そうと言ってたのに、木村が食べてるうちにね、豆腐を食べた時でした。あっ、てこう言ったんです。なんかこう硬いものが喉へ引っかかったみたいな、豆腐のところへへばりついていてね、分からなかったみたいなんですよ。あっと言うと、おお、それでどうしたの、あどうしたね。それからね、毎朝新聞紙を引いて頑張ってます。当時のコンタクトは使い捨てじゃなくて高かったですからね。ああ、それでね、とうとう3日目の朝ですよ、黄金に輝く流れ、キラリと光るものを見つけたんです。それで洗って使ってましたよ。世間が時々黄色く見えるって言ってたな。集まらくやめろ君ら、食事中に汚いじゃないか、本当にやめろ。何を言っとるんだ、食べて食べて、あ
ありがとうございます。しかしね、松原君、何ですか、川田次長、このすき焼きをね、したあとね、うどんかなんか入れると、あ、火を小さくするの忘れとったな。いやー、そのね、うどんとか入れるのが美味しいんだよね。そうなんです、すき焼きの明くる日は私にとりましては戦いでした。またか君。すき焼きの明くる日、私は誰よりも早く起きて、おふくろがいる台所のところへ行きました。おふくろはね、男兄弟4人の弁当箱を4つ並べて、そこにすき焼きの残りを入れておりました。母ちゃん、僕あんまりすき焼き食べてないから、と言うと、たかし、お前は肉をあんまり食べてなかったね、入れてやるからね。優しいお風呂でした。私たくさん肉を入れてくれたんです。でも私の弁当箱は兄貴のお下がりで罰金が緩んでいました。ですから弁当箱を包んだ新聞紙にもズクズクになって漏れております。教科書にもすき焼きの出汁のシミがついていたんです。教科書のページをめくるとすき焼きの出汁のシミが山のようになって、授業の退屈な時なんかその山の縁を鉛筆で縁取りしておりました。その後教科書をパラパラっとめくると山が動くんですよ。それをお風呂に言うとね、お前はバカだねな。あれは3年前のことで、父親が死んだ明くる年でした。兄弟4人が正月に集まりまして、お風呂がね、みんな久しぶりに酔ったからすき焼きでもしようかなんて言ってくれたんですけども、その時のお袋は昔のお袋ではなく、年いった苦労かけたから年いったお袋でした。というのも砂糖と塩を間違って入れた辛い辛いすき焼きでした。母ちゃん、このすき焼き辛いなと言おうとしたら、長男が、母ちゃんの作るすき焼きはいつもうめえなとこう言ったんです。すると三男が意地悪なんです。そういえば高橋の肉をよく取ったな、今日は高橋お前が遠慮せんと食え。すると次男もね、そうだそうだ、よく横からお前の肉を取ったな、今日はお前が俺の分を食え。長男はね、今日はお前が全部食え。すき焼きの辛いのとおふくろが年取った悲しさで涙が出て涙が出て、帰ろう帰ろう本当に。本当に、あら、ちょっとお電話ですけど。お、電話誰から。松原さんに。あ、松原。あ、そうですか、どう失礼します。あ、このままでいいんですか。あ、もしもし。あ、はいはい。あ、そう、あ、そう、ほうほう、あ、そう、ほうほう、あ、そう、はいはいはい。君なんや、はいはいとああそうしか言うてないね。家内からでございます。え、あの川田市長のところにいると今日言うたもんでございますのでね、え、よろしくとのことでございました。ああ、そうかそうか、わざわざご丁寧に。何だったんだ。なんか長男がね、うん、今話の出た長男、はい、関空に着いたみたいなんです。イムからお前のところ行くからって。うん、もう帰るのいかんやないか。いや、いいんです、長男の話は分かってるんです。分かってるって、実はね、ここへ来る前にね、どうしたんだ急に。お袋が亡くなったんです。ほう、あの優しかったお母さん。はい、
ところがお通夜の晩から男兄弟よりましてね、揉め事が始まった。財産の分与のことでね、兄貴はね、おふくろの家と土地を売ろうって言うんです。兄貴は銀行員でしてね、きっと兄貴の嫁が言うたんです。見合い結婚なんですけどもね、銀行員というのは固いだ、固い仕事だと思って結婚したら今や危険な仕事ですから。ですからなんとか老後を返したいと思ってるんじゃないでしょうかね。初七日の日にね、長男がうちへ来い、みんな集まったんです。行くとね、兄貴のとこですき焼きが始まったんです。なんか嫌な予感がするな。はい、その日のすき焼きは私にとりまして戦いでした。兄貴は家と土地を売ろうって言ったんです。三男もそれがいい、売ってみんなで分けよう。私は反対しました。父ちゃんと母ちゃんの生きてきた喜びや悲しみ、そして我々の思い出がある、あそこ売っちゃいかん、こう言いましたらね、お前は大阪行ってるんだ、田植えも田舎にも手伝わなくていい、あの世を守ってる次男のことを考えろ、お前が黙ってすき焼きを食え。よしね、すき焼きを食べたらその肉が硬い。兄貴の嫁がケチなんです。肉をケチったもんですからね、硬くて硬くて噛み切れないんです。誰も見てない隙にまた戻してやったんです。そうすると兄貴がね、お前はどうなんだ、次男に言ったんです。次男がね、今農家をやってるんです、後を継いで。次男の嫁さんがいい嫁でね、ちゃんと仏さんを守ってるんですが、その次男でさえも、いや、あれを売ろう、年取ってきてからの農作業も大変だし、子供たちは繁華なとこにいる方が学校も便利だし、おう、じゃあ決まった、ほいじゃあ売ろう、こういうもんですからね、私は思わず言ったんです。いや、俺は売らさんぞ、こう言いました。私はね、会社を辞めて各所をやってみ、俺がやるから、こう言ったら三男がね、意地悪なんです。そうだそうだ、たかしにやらそう、あの土地は家は我々のもんだから、たかしから家賃をもらおう、なんて言ってね、好きなようにしろ。私は橋をバーン投げ捨てて帰ったんです。まあ帰ろう帰ろう君、大変だったな君、まあ帰った方がいいんじゃないか。おい、あのまだ肉の余ったのがあったかな、あ、それをお土産に持って帰ってもらったら、ああこれがそう、あ、まあ大して残ってないけど、まあまあそこそこあるから、君、こうお兄さんに食べさせてあげたら、あ、これ、はい、じゃあこれ持って帰って美味しい肉食わして、兄貴に偉そうなこと言わさないようにします。おじゃ、失礼します。ただいま。あ、おかえり。兄貴は、うん、もうすぐ着く頃は違うかしら。あ、そう、川手千代のところでな、肉持ってきない、肉。あら、いや、どうした。いや、お兄さん来るというのでね、何にもないから商店街へ行って島根かけの肉屋さんへ頼んですき焼き用の肉分けてもらったのよ。300グラムほど。え、肉分けてもらったんすよ。あら、ほんまかいな。あ、来たんとちゃうかな。わしが出る、わしが出る。おお、たかし。いや、あ、兄貴、なんでこんな時間。いや、すまなんだの。いやいや、お前にな、あんなこと言うたけど、みんなで後で考えてな、やっぱりお前の言う通りや、思い出の残ってるあの土地と家をな、売らんようにした、それをお前に言いたかったんや、一刻も早く伝えとうてな。今までいろいろとすまなんだな、これからも仲良くやっていこうや、お前とゆっくり話をしたい思ってな、すき焼きの肉持ってきたぞ。